はいどうも、脳筋パンダです。今回はですね、スーサイドフォーヒムというゲームをやっていこうと思ってるんですが、このゲームはですね、この赤髪の子、赤い星っていう名前の子らしいんですが、その子のね、弟が学校でいじめにあってるらしく、そのいじめの証拠となるデータを深夜の学校に侵入して奪いに行くと。ホラーゲームには見えないですよね、全然。でもね、ホラーゲームなんですよね。そんな感じで今回も始めていこうかなと思います。レッツゴー。あ、こういう感じのゲームなんだ。暗いね。まあ夜だからそうだとは思うんだけど。なるほどね。これホラーゲームらしいんでね。てかホラーゲームっていうか、この子がなんかホラーチックというか、熊できてるしね。熊なのか化粧なのかよくわかんないですけど。え、なんか来たよ。え、深夜の学校にこんな人がいるの？こんばんは。なんか持ってんな、手に。こんばん。あ、なに、なんでファイティングポーズみたいなの撮ってんの？どういうこと？何？バトル？バトル？バトル？戦ってやる！あ？おい！おい！コツンとか言ってフライパンで叩かれて死んだけども。何？あの女の子は何やったん今。え、何これ？バカゲーみたいな感じ？あの女の子から逃げんのか？待て。ちょっと待って。でも、脇通っていけばいけるか。さあ、ファイティングポーズを取られた！近寄るとまずい！近寄らないように！いやぁ！ちょっと待って！早い早い！足が思ったより早い！おい、めっちゃ広いぞ、この学校！おい、待って！おい、どうすんだよ、これ、おい！もういきなり始まりすぎてさ！ちょっと待って！どうやって逃げればいいの？え、バテてる！え！めっちゃ急に始まるやん、このゲーム。待って、いろいろ調べたいのにさ、調べれないんだって。とりあえずコーナーに侵入すると。ん？ハイド？あ、隠れれる。あ、なるほどね。こうやって隠れつつ、あいつを巻いていきながら、探すんだ。あっち行ったら。足音では気づかないっぽい。いや、ロックかかってる。なんで？鍵を探すのか。心拍数かな、左上。ダッシュするとスタミナがバテてたよね、さっき。それのゲージかな。コンピュータールーム。おい、嘘だろ、お前。これコンピュータールームじゃねえじゃねえか、どう考えても。何にもねえぞ、この部屋。隠れれねえし、こんなんじゃ。予算足りなかったのかな、この学校。この学校、貧乏説あるぞ。で、鍵となるものがさ、全然ないんですけど、一体どこにあるんでしょうか。とか言ってるうちにあの女が来る可能性があるから、それで待て、隠れる場所ないか。あった、なんかあったぞ今、床に。待て、それよりも先になんか床にあるな、これ。なんで刃物みたいな来てるか。あいつ追われると足早いから。てか、まずそもそもなんでフライパンなの。え、バレた。え、バレてる。怖い。え、開けられるとかないよな。すっげえ首カクカク動いてる。え、あいつ鍵持ってんだけど。後ろから近寄って鍵取んのか、あいつから。そういうこと。え、無理じゃね、そんなこと。とりあえずこの落ちてるものを拾って、多分戦いができるようになると思うんだよね。学年は一緒っぽそうだしね。んだよ、その動き。進むなら進め、おめえ。あ、教室の中にムーンウォークで入っていく感じですね。バックしてます。なかなか素晴らしい。あの、そんなムーンウォーク練習してなくていいんで、早く入ってもらえます？そう。いや、でもこの教室怪しいな。こいつが入ったことに何か意味がありそう。とりあえず床に落ちてたやつ。待って、ロックピック。この教室には何もない。この教室には何もない。ああ、バレた。嘘やん。やべ、逃げようぜ。あ、隠れれば大丈夫。隠れよ、早く。バレてないじゃん。絶対バレてない。バレてないよ、バレてないって。いや、普通はバレてるけどな。お前。
優しいゲームじゃねえかこれ。え、待って、しゃがめる。あ、ごめん、ひらめいた俺。ひらめいた。しょうがねえな。俺は見たくないけど、でも俺は見たくないからね。でもしょうがねえから見せてやるんだからな、これ。うん、しょうがないからだからな。よし、お父さんお母さんごめん、俺こんな大人に育ってごめん。よし、パンツ見ようぜって言おうとしたらなんでだよ。おい、バレんなよ、パンツ見ようとしてんだからよ。おい、ふざけんなって。あー、ちゅ、空気読めねえ女なんだよあいつ。ごめん、脱線した。やってくわ。マジかよおめえ、なんで待ち構えてんの、めんどくせえな。おい、おめえのも見てやろうか。おそらくあの鍵を拾ってロックピックを開けに行くんだと思うんだよ。ロックピック、さあ戻ろう。え、あ、そうか、スタミナが、おい、スタミナがバテると、お前さ、おめえがホラーじゃねえかよ。お前どっちがホラーかわかんねえだろこれ。おい、フライパン持ってるやつがなんか悪役に見えるけど、お前これじゃお前も幽霊だぞマジで。お化けだぞこれじゃあ、お前も。よし、開けに行こう。まずこっちから開けるか。じゃあロックピックザドア、これか。あ、なんかある、パソコン。あ、電話が鳴ってる。うるさ、バレる。え、バレへんこんなん。 Hello? 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 Is someone there? え、こんな深夜に電話かかってくる。 Hi Hello? え、なにこいつ。 Who are you? Who are you? おめえが誰だよマジで。 Can you please talk? Hello? Can you please talk? とか言ってる、こいつ間違い電話っていうか、なんか出会いを求めてなんか適当な番号に電話してるやつだなこれきっと。ふざけんなよマジで。 Remove the floppy disk。 え、今時フロッピーディスク。お、お、え、なに取った。フロッピーディスク。 Take your floppy disk。 OK?取れるのか。エグジットザスクラズスーアズポシブル。逃げるぞ。待って、こっちからしか逃げれねえ。さあ、私は証拠となるフロッピーディスクいただきました。あなたから逃げて最後は脱出しましょう。おいで。さよなら。もう俺は逃げる。絶対脱出。あそこに行けば俺の勝ち確なんだ。雑魚だったね。追いつけないよあなたじゃ。ざまあ見ろマジで。じゃあな。クリア、これで You successfully take the floppy disk 赤い returns to her house。 お、 She will finally be able to learn more about her family。 Thank you for playing this public build coming soon。なるほどね。とりあえず一件落着したわけだ。いやー、でもなんか意外と楽しめたよねこのゲーム。意外とちょっとね、女子高生のねパンツの中が。はい、ということで、もしこの動画ね少しでもいいなと思ったら高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。では皆さんお疲れ様でした。バイバイ。